こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はお買い物はその86、材木価格が落ち着いたという話です。物価高騰中のアメリカですが、何やら少しずつ価格が落ち着いたような気がします。いつもの買い物をご紹介したいと思っております。映像の方はいつものようにコストコです。今日はですね、まず少し早めに来まして、最初にすることは車のガソリンですね。ガソリンをね、給油するということで、今コストコの給油所の方に向かっております。ガソリン価格もね、随分落ち着きましたね。まあただね、そうはいえまだまだ高いんですけれどもね、まあ今のところ遠出は予定をしていないので、できればね、秋口ぐらいにもっとガソリン価格が下がるとありがたいなと思うんですが、まあ果たしてどうなんでしょうか。なかなかね、原油の価格も高騰したままで、昔のような価格の、ガソリンが戻ってくるのかと非常に疑問がありますね。そしてね、ご覧のようにこれほど混んでおります。やっぱりね、コストコのガソリンは安いし、キャッシュバックもあるということなんでね、少々遠くても皆さんここに入れに来るんじゃないかなというふうに思います。さてね、中に入りまして、小さなお子さんとかいるということはもう夏休みということですよね。平日の朝に、買い物に来るのは老人が多かったわけですけども、今の時期は小さいお子様、連れているですねお母さんたちも目立ってきますね。ここアメリカはね、8月の後半になりますとね、もう学校が始まりますのでね、そういった光景は8月中ぐらいは、続くんじゃないかなというふうに思います。そしてね、今子どもたち休みですから、どこ行っても混雑してるし、そしてね、ホテルも何も全て高いということなので、我々はね、近場で、お休みが終わるまで、静かにしていようと、そんなふうにね思っております。買い物はね、もういつもの通り、バナナを買ったりですね、ぶどうを買ったりという、そういったいつもと変わらない、買い物ということです。野菜の方もね、結構値段が落ち着いたかなという気はするんですけどね。そんなわけでね、買い物終わりまして、今次に向かうのは、今日はねコリアンマーケットですね。そちらの方にね今向かっております。コリアンマーケットの方はいつものようにですね、スムージーに入れるケールとか、それからね、老人には非常にいいと言われている、サバですね。サバのね水煮をちょっとしようということで、それからもう一つはね、ピーナッツですね。これもね、老人にはいいということなのでね、ピーナッツの方も買いに来ました。いつもご紹介している、ピーナッツ、これはね、ローピーナッツっていうことで、全く味付けもない皮付きの、ピーナッツですね。もちろん落花生の外側の皮は取られていますけれどもね。でそれを単純に、オーブンで、4、5分焼いてパリパリ、産地休みに食べるという、そんな感じですね。それをねちょうど買いまして、そしてね、このコリアンマーケットもね、やはり少しずつ値段がね、昔のね、あの値段に戻ったような気がするんですけれどもね、ひょっとすると気のせいかもしれません。まあ、結構安くなったものもあるので、まあね、うまく日経マーケットとこのコリアンマーケットを使い分けて、少しでもね、豊かな食事にしようという、まあ、そんな感じであります。さてね、次に向かうのはポストオフィスです。郵便局ですね。まあいろいろね、郵便物来ますのでね、とにかく時間があるときは取りに行くということなんですね。で、今回はね、月初なので、いろいろね、国の機関に手紙を出さなくちゃいけないものもありますのでね、受け取るというよりどちらかというと発送するという方がメインです。で、前にもお伝えした通り、郵便局の郵便ポストっていうのが最近ずいぶん減りまして、まあ、結局こういったね、人のいるポストオフィスで投函した方が確実だということなのでね、必ずこちらの方に来て投函することにしています。っていうのがね、やっぱりね、紛失って多いんですよ、こっちのね、郵便局は。ですのでね、なるべく人のいるところで投函する、まあ、要するにポストオフィスの、分局でもいいので、そこで、まあ投函した方がね確実であろうということで、今ね、車の駐車場止めまして、これからね投函してまいりました。そしてね、これからね、戻るというのが一日のお買い物のルーティンであります。そうですね、最近ね、このデルハムファッションセンター、ここまでは来るんだけど、あんまり中流行ってないですね。まあ、そのうちね、また中をね入ってご紹介をしたいかなと思います。さてね、日にちは変わりましてね、ローズというね DIY の、まあ、ホームセンターですね、そちらの方にね今向かっております。前回もねお伝えした通り、この車のねキャノピーをオーダーしました。3週間から7週間でね来るというので、その間にキャノピーの中にいろいろね、まあ、ベッドを作ったり、それからソーラーパネルをつけたりといろいろしなくてはいけないので、オーダーして出来上がってくるまでの間にねいろいろと準備をしようということで、このねローズというところに来ました。でね、買いたいものは、合板なんですね。まあ、合板をね切って、そしてね、まあ、簡易的なベッドを作ろうと思っているんですけれども、でやはりね1年前ぐらいはすっごく値段が高騰してましてね、なんだかね木材を買うのはすごい大変だなと思っていたんですね。で果たしてね、それから、まあ、かなり、物価が落ち着くような感じがしている現在が、まあ、どの程度ね、まあ、値段かどうかというのを調べに来たんですがね、やはりあまりいいものがありませんでした。ですので、ね、次向かったのはね、この、ホームデポというところにね向かいました。でそちらにね思った材木、要するに合板ですけどね、今ご覧になっているこれをね買いまして、で1カットはね一応無料でやってもらえるのでね、カットして車に積み込んで帰るというところであります。いやね、合板、まあ、昔もね持ち上げると重いもんでしたけどね、今やっぱり体力衰えましたね。車のね後ろにね合板を3枚乗せたんですがね、いやかなりね大変でしたね。やっぱりね少しね体力が落ちたなっていうのも分かりますね。まあねそんなこんなのお買い物はその86、材木価格が落ち着いたというお話でした。ご視聴ありがとうございました。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。